日ごとの過程、2023年5月9日。この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅びることなく、その主権は他の民の手に渡ることなく、すべての国を打ち滅ぼし、永遠に続きます。ダニエル書、2章44節だから、 私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部作を治めることになる。ルカによる福音書22章29節30節 この地上における混沌とか混乱とか継続する中にあっても神様はその計画を着々と進めておられて神様の永遠の支配の中に私たちを迎え入れ招き入れ共にいて生かしてくださる、まあ、そういう計画を神様は、えー、進めておられるわけですね。ルカの福音書の中にあった今朝の言葉はとても不思議な響きを持った言葉です。というのも イエス様がが弟子たちにその支配権を委ねるるという表現が出てるからです、えっとね。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように私もあなた方にそれを委ねるとあるんですね。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。 これは本来的には神様を中心にした集合体、まあ教会と考えることもできると思いますね。そこにはいわば責任者はいるとしても、神の支配を享受する、神の恵みを味わう、共に食事を楽しむという、もうこれは命の共有ということですけど、神様から与えられた命を互いに喜ぶという、そういう共同体。 イエス様を真ん中に置いた共同体、交わりですね。でこれは、あの、決して建物ではなくて、あるいはなんとか教団ということでもなくて、イエス様が、うん、そこにこう生きて、うん、その人々の真ん中に生き生きとこう愛が分かち合われる。イエス様の愛が、イエス様の言葉が食事として分かち合われる。まあ、そういう関係、そういう関わり合いのことも、 含まれてるだろううと思うんですよねだから何とか教会と言われなくても本当にそこに親しい交わりがありイエス様の心を大切にする交わりがあるまあそれは例えば人の悪口を言わないとかあるいは人を極端に責め立てるとかそういうことをしないとかあるいは本当にこういていいんだという空気が お互いに味わえるとかそういう関係実はその中に実は先ほどその「ルカの夜福」音書の中に書かれていたこの支配権を委ねられて食卓の席についているというその場面がこう彷彿とされるような気がするんですよね。必ずしも 天国に行ってからという意味ではなくて、今この、今生きている私たちの状況の中で、そういう交わりは可能だということなんだと思うんですよね。えー、こういうかかりを持てるというのは大きな祝福であり、また一つの不思議でもあると思いますね。というのも、人間って戦争とか競争とか、競鳴とか、支配など、そういうようなものにこう惑わされて、 なんかついつい何か狂犬発動じゃないけど誰かが威張り始めるとか命令し始めるとか人のね悪い点ばかりをつつくようになるとかそういうことが起こりやすい現実があるんですね私たちの中にはねだからそういうふうなものが一旦こうまあ例えば入り口に入った時にはそれが全部こう取り外されて中に入ってやってきて本当にこう なんて言うんでしょうね、イエス様を中心にした心地よい、それぞれが居心地をよく感じられる、そういう集まり、そういう関係というのがあるんだなということなんですよね。そんな関係をご存知でしょうかね。そんな関係の中にいた、あるいはいる、そういう経験がおありでしょうか。私は最近のそのバイブルワークショップメディテーションの中で、 味わえるある種の自由な空間というのはとてもこういう状況に近いような気がしてなりません。えということでとにかく神様が真ん中にいて支配してくれているっていうことを味わえるそれは天国に行ってからじゃなくて今味わえるものだということがちょっと心の中に響いたら嬉しいなと思う次第です。 良い一日になりますように。